ジェームズ・ヘンリー・ロバーツ・クロムウェルジェームズ・ヘンリー・ローバーツ、クロムウェルはアメリカ合衆国の外交官。1940年に中カナダ講師を務めた。1896年6月4日、ジェームズ・ヘンリー・ロバーツ・クロムウェルはニューヨーク州ニューヨークのマンハッタンにおいて誕生した。クロムウェルはニュージャージー州のローレンスビルスクールで教育を受け、続いて、 ペンシルベニア大学のウォートンスクールで2年を過ごした。1940年1月12日、クロムウェルはフランクリン・ルーズベルト大統領から中カナダ公使に任命された。クロムウェルは1月24日に新任状を法廷して着任した。1940年5月16日、クロムウェルは連邦上院議員に立候補するため中カナダ公使を辞任した。クロムウェルは 民主党の公認を受けて、ニュージャージー州から立候補したが、共和党の現職候補、ウィリアム・ウォレン・バーバーに敗れた。1990年3月22日、クロムウェルは、カリフォルニア州ミルバリーの養老院において死去した。ジェームズ・ヘンリー・ロバーツ・クロムウェルの父親は、オリバー・イートン・クロムウェル、母親は、ルクリーシャ・ビショップ・ロバーツであった。1920年6月20日、 クロムウェルはミシガン州デトロイトにおいて自動車をホーレスエルジンダッジの長女デルフィン・アイオン・ダッジと結婚した。クロムウェルはデルフィンとの間に娘クリスティーンを設けた。クロムウェルとデルフィンは1928年に離婚した。1935年2月13日、クロムウェルはニューヨーク州ニューヨークのマンハッタンにおいてタバコを ジェームズ・ブキャナン・デュークの長女をドリス・デュークと結婚した。クロムウェルはドリスとの間に娘アーデンを設けたが生後1日で死亡した。クロムウェルとドリスは1935年に離婚した。ありがとうございます。